今回かっこいいだよねいやもうちょっとこれ夕方ぐらいまで時間もらわな全部語りきれない、うん、すごいねその試写行かしてもらって二人きりだったんですよ、はい、たまたまそれでその後もう帰るって言ってんのにもうスタッフさんとの熱量このすんごい15分20分ぐらい立ち話外でずっともう面白すぎて、うん、私たちもその二人きりだったからこそ映画見ながらえ みたいなな二、うん、人で、ね、なんか初めてです僕初めて出会ったスタッフさんを自分の家にお持ち帰りして話聞いてもらいたいなと思ったのはこ <laughs> <う> <laughs> のあと飲み行きませんかってスタッフさんに言ってたらど <laughs> 俺んち来てもらえませんかって言って <laughs> そ,<う> <laughs> そんぐらいなので、えー、あの喋りたくなる今回の特にうん今までに超えてき、えー、毎回毎回超えるんですけど、うん、前回はねじゃジェットブレイクが結構なとこまでいったから。 今回どうなるんだって思ってたらなんか初期のワイスピカーもあったしねいろいろとなんか伏線回収もすごいされたりとかしてあとワイスピのコアファンとしてはそのストリートドラッグレースっていうのがすいません僕も喋らせてもらいますあギンクさん先生喋ってないんだよごめんなさいこう何回かこうしたけどあ熱い熱いいいこと言ってるな熱いこと言ってる止めれないそうワイスピ…でも本当に筋肉さんっていうのはそれこそワイスピ今まであまり見たことないおっしゃってましたけどいやでもとんでもなかったですよ だからまず、本当にこどうやって作ったのっていうの衝撃もありながらこういうものを今まで見逃してたのかていうのもありますしでね僕目線でちょっと言わせてもらいますともうとんでもないマッチョたちが出てくるそれはもう Y スピのいいところですけど全員首と腕が太いそういう目線でそうかそういう目線で見ましたよ皆さんそれぞれやっぱアクションのシーンとかいろいろあるんですけどもこの時に筋肉パンプアップしてんなとか。 <laughs> やっぱりちょっと穏やかなシーンの時はしてないなって分かるんですよ、<laughs> はいはい、本当に。<laughs> はいはい、だからそういうところも見てほしい。だからすごいリアルです。だからどそういうい ところで筋肉目線からで見るとあこの前にパンプアップしたのかなとかやっぱり NG もあったりしたんでそれでパンプアップどん,どん何回も繰り返してしたのかなとかほんとそういうのもめちゃくちゃリアルに伝わってきました<ー>どんだけマイノリティに向けたコメントなんです<笑><笑>いやここはねねでも,ねもう筋肉好きの人とかそのワイルドな感じは、はい、まあ出るわけじゃないですか,、うん、かそういうところも、ね、ぜひチェックしていただきたいです。 絶対相当必要なはずですやってるだけで筋トレできそうそうなんですだからもう本当もでもアクションも迫力あっても当然でも力入ってぐっと見るじゃないですかで見終わった後やっぱ筋肉パンプアップしてましたあーこれもうそれだけで本当に見るだけで筋トレですよ見たいです皆さん見る筋トレですだからもう本当終わった後にも慌ててプロテイン飲みました嘘でしょいや本当に良質なタンパク質入れないともったいない 自分もやっぱテンション上がるじゃないですか。あのみん、あのアクション見て筋肉見たら、でもトレーニング早くやりたいっていうもうとにかく元気出てきますよね。そういう目線で見て。プロテイン飲みながら見れる映画って珍しいですよ。飲みました。終わった後。いや、飲んで、飲んでない。そういう概念全くない。何倍ぐらい。ゼロです。何倍とか。あの後プロテイン飲んでない。飲んでないですよ。え、ちょっとじゃ。 変わった見方をするお二人がいやいや違う違う違うこっちが変わってる車にほら車で運転したくなるってイメージありますけどそうですね地味でこの肉弾戦話がね新しいそうか車の運転をしたくなるっていう気持ちはわかるけどあ、そうかプロテイン飲まない人たちもいるわけでプロテインは普段は飲んだりしますけどワイスピロンでプロテイン飲みてとはならない全然忘れてましたそうかすみませんちょっと筋肉目線すぎたかもしれないでも次もう一回見たいなと思うんでその時はちゃんとその後そういうところもチェックしてくださいあの筋肉目線の 映画館にプロテイン持ち込んで俺ら劇場行くと <laughs> 終わった後とかでもいいで、ね、終,終わった後ぜひそういう気持ちになると思いますいい、ね、<ペー>はいスピ p といえばバーベキューシーンミリに集まるのがございますのですごいこ,こんなものをご用意させていただきましたそのシーンをね再現したわけでございますワイスピーといったらですもんね、はい、みんな家族でバーベキューをするっていう絶対あるからねお決まりのシーンなので。 そうなんですでも真ん中ご覧ください、うん、ちょっとねササミとブロッコリーという、はい、あ,あらなかなかバーベキューじゃないですよこ確かにタンパク質だからこあここササミとブロッコリーの串に刺した、はいはい あ、これもうだから減量中のボディービルダーでもいけるバーベキューセットになってますね減量中のボディビルダー用バーベキューすごい新しいうわ、いろんなタンパク質あって魚介類もあってうわ、最高ですねこれはい、今回きんにくんが参加されるということでこのものをご用意させていただいて。したきにくん合わせてこのメニューに嬉しいです、ありがとうございますすごいなはいでも見てください、サラダがありますよえ、サラダ、あ、サラダここにありますよはいサラダがありますはい、サラダがあります ありますサラダがあります。これでこれだけで食べるんですか？サラダがあります。同じこと続けてるだけなのよ。なんか何サラダはあるよ。ずっとありますね。あります。ありますよ。やっぱりね見たいですもんね。サラダがサラダちょっとなんか味付けというかこのままでいいかな。ドレッシング的ななんかそのないんかな。このまま食べるよりもやっぱバーベキューなんでね。ちょっとおいしく食べたいですよね。ありますかなんかそのアレンジというかお好きなご内容というか。サラダがあります。 パワーいやあるんじゃあさっきから言ってんねんそれ違う違うそのパワーでアレンジにならないのよムービーさん用に今のいや違う違うえムービーさん用にいやありますよ最初のパワーありますよねさらにありちょっとこのままで食べるの寂しいんで牧竜にアレンジさせていただいてもよろしいですかさっき言うたじゃないですかしてくださいそうですよねここ六ページのとこにしたあってますよねじゃ台本通り行こうとしなくてよしこうなったら台本もグでいいのよアスタッフの皆さんあれをお持 はい。すごい大阪に持ってきましたよ。なんか温度差が。先に脱ぐんだ。六ページ。マイク入ってるよ。き、きにさん。マイク入ってます。マイクぜまい。やはりね、バーベキューといえば、美味しく食べていただきたいということで。このサラダにある。粉チーズをサラダに合う。合う、はい。粉チーズを用意いたしました。粉チーズ。粉チーズをサラダに。はい。 はい。できた。ありがとうございます。完成いたしました。もうブルこれができるですか？はいそうです。これあの一応シーザーサルダ風と言いますか。ああ。風味で食べていただくということで。美味しそう。はいかけさせていただきました。かけ方優しいんですね。そうですね。あのやっぱりこぼしてはいけませんので。確かに綺麗にのってる。 無駄に使っちゃ駄メなのでしっかりとちゃんと分かってますこぼしたら怒られる時と、うん、こぼしちゃいけない時はもう,もう経験がありますから <laughs> なるほど、はい、いろいろ23年やってきましたもんね成長しております <laughs> <laughs> 素晴らしいパフォーマンスありがとうございましたはいいありがとうございます